ゴールパーセンテージは 50% を超えるハミング。今日も元気にまずは最初のシュート決めています。ウッドベリーのシュート決まっています。ウッドベリーコーナーに振る。飯田ドライブをしてきて自らシュートを打っていきました。飯田亮の得点です。香川は制しています。児玉が運んでいく。ウッドベリー3がある選手、ショートコーナーからいきます。さあウッドベリーが連続でシュートを決めていきました。まあ、前節の愛媛戦ゲーム2はリフレッシュコンディション調整でロスターにも西宮の得点が2点から止まっています。長いパス通してきてブラントからキックアウト、谷口のウィング3決まった。2人の代表選手が来年行われるワールドカップの予選のために抜けた時期もありました。バーグファーストアタック失敗ですがバスケットカウント、アンガス・ブラントセカンドチャンスから攻めてきました。上田森田でパスを出してバーグ、ブラント、オーストラリアコンビでボールをつなぐビッグマンの中西に対してファール誘いました。バスケットカウント、ファールは中西です。このファールで西宮チームファールが5つ目に達しました。先ほどブラントにつないでもう一度バーグに戻します。ドライブ中に入ってきてレイアップ、出した香川です。アテンプトがなかったという水曜日の中西ですが得点を決めています。バーグのスリーポイント、これも来ました。では西地区優勝が決まります。非常に若い選手たちが多い香川。中に入れてきたリースバーグ、ウッドベリーのアシスト、バーグのスコア、リングに当たっていません。ブラントのショット、筑波からアンガス・ブラント、セカンドチャンス、非常にいい合わせが決まりました。松崎堂原現在コントロールしています。堂原ボールはこぼれてウッドベリーに入った。児玉がスピードを上げて中に入ってきていますがウッドベリー、マンツーマンで守る西宮、谷口からブラントに通した、中に入れてムボジ、堂原壁となっている、ショットクロックバイオレーションから速攻だ、ウッドベリー、バーグ児玉と戻して指示を出してリング下に上田が入っていますがウッドベリー、中西が守るコーナーからもう一度飛ばす、時間がない、タフショット、ロングショット打ってきて決まった。キャプテンの児玉、ショットクロックいっぱい打たざるを得なかったショットが決まっています。優勝がかかっているアウェーの香川ファイバーローズ、このシーンです。ショットクロックがいっぱい、もうすでにショットクロックを放った瞬間にゼロを示していました。この難しいショットが決まっています。児玉孝之キャプテン、上田のスティールからボールつないでバーグこぼしているがターンオーバー誘いました。そして長いパスからウッドベリー、香川相手に2連勝というのは非常に難しいミッションではあるんですが、なんとかいい試合をしてまた明日のゲーム2にもつなげたい西宮、それに対していい合わせです。アンガス・ブラント、バーグ、いいだ、フェイクを入れて中西を飛ばして開けたところ、リースバーグのスリーポイント。ハードな日程が続いている西宮、それに対して、まあ、順調に連勝を重ねて今クラブB2 リーグの西地区を制したのは香川ファイバーローズ、クラブ史上初めてついに地区優勝達成です。ファイナルスコア80対62、見事なゲーム運び、第1クォーターから上げていきました。今日は香川から駆けつけたブースターも播磨町にたくさんいます。キャプテンの児玉孝之が手を振ります。褒められています。見事に優勝しました B リーグ 2021-22 シーズン B2 西地区の優勝、香川ファイバーローズ、クラブ史上初となる地区優勝です。選手たちの喜びの声が上がりました。明日のゲーム2を1試合残して今日の勝利で36勝15敗、勝率7割超え、見事な勝利です。そしてなんと